アントワン・ロレミュージックスクールの小野沢です。アームズチャンネルにご登録いただきありがとうございます。今回は基本の姿勢についてお話ししたいと思います。はじめに椅子の座り方についてです。椅子の高さを調節します。鍵盤に手を乗せた時、鍵盤と肘の高さが同じようになるようにしましょう。椅子に浅く座りましょう。鍵盤とお腹の距離は拳3つ分空けます。また背中に羽が生えているように背筋をまっすぐ、肩甲骨をいい形に伸ばしましょう。足を肩幅分開けましょう。そして足を逆のハの字に構えて体を支えましょう。次に手の形についてです。鍵盤に手を乗せ指を伸ばします。中心に向かって何か握るように集めてきます。丸いお椀の形が理想的な綺麗な構え方になります。その時に親指が力を入って反らないように、また指に力を入れすぎないようにリラックスして構えましょう。以上で本日のレッスンを終わりになります。また次のレッスンをご期待ください。一緒に楽しく音楽を学びましょう。